それでは、第3部というんですかね、タームで言うと一番最後の回になります、こちらの行政の、タームを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、まずですね、今回今お集まりましいただきましてありがとうございます。YouTube 上でも見ていただいているかと思うんですけれども、これから1時間かけて、この4人で話をしていきたいと思いますが、先にどんな内容のテーマでお話をさせていただくか、少し先にチュートリアルでご案内させていただきたいと思います。ちょっと画面共有させていただきます。はい、聞こえておりますでしょうか。大丈夫そうですね。はい、ありがとうございます。ですね、今回それこそ一番最初が森岡毅さん、僕もあの方の本はずっと読んでいるんですけれども、あの方と和田長官が対談するというところで、これだけ抹茶というベンチャーでもう中央省庁の人と、民間が両方ともなんていうんですかね、揃ってあんな話をするって本当に素晴らしいことだと思っていまして、より官民連携ってものが進んできていると思っています。その中で、私自身はどちらかというと民間でありながら行政の立場をさせていただいていると、観光というテーマだと結構行政って批判されがちなんですよね。それで結構悲しいなと思っておりまして、例えばいやもうこの人たちはもう全然マーケティングが分かっていないとか、顧客視点が分かっていない、世界を知れとか、インバウンドだから英語を話せとか、結構ですね、足りないところのご指摘をいただくことは多いんですけれども、でもきっとなんていうんですかね、行政にしかできないこともあると思っていますし、特にサステナブルツーリズムであったり、なんていうんですかね、大切なこと、地域において大切なことをちゃんとこれからも大切にしていくためにどう守っていくのかであったり、経済合理性には縛りきれないところをどう担保していくのか、そんなものが行政の役割としては大きいのかなと思っています。で、そんなところをですね、実際に現地で実践を積まれているような方々にお越しいただいて、今回の場を作っていきたいと思っております。多分キーワードとしては、この二項対立になりがちなものをどうすり合わせていくのか、公共性と顧客視点であったり、プロダクトアウトとマーケットイン、お金の分配とお金を稼ぐ、地域ならではの倫理観と市場という倫理観、組織の一部であるということとアイメッセージ、こういうところの矛盾をどう乗り越えてきたかといったエピソードをぜひシェアしていただきながら、今日ですね、聞いていただいた方に、こうやって行政と付き合えばいいのか、だったり、行政にお勤めの方には、こうやったら突破できるのかもしれない、民間の方とこうやって手を取り合えばいいのか、そんな官民連携のあり方の、いい参考になるような情報をお届けしていければと思っております。では、まず、自己紹介を、お一人ずつ大体3分くらいで、お願いできればと思っております。じゃあ、背景が素敵な井上隆さんからお願いできればと思います。ミュート高橋さん、ミュート。すいませんでした、皆さん。OK です、聞こえるようになりました。はい、すいません。今日は皆さん見えますか？水田テラスから今日は中継しております。キッズドーム空が見えますね。はい、水田テラスっていうのはぜひ検索してみてください、皆さん。はい、イヴァン・シケルさんがデザインした非常に美しいところでございます。ぜひ皆さん山形県ね、遊びに来てください。私はもともと総務省に入って去年の7月から山形市の副市長を拝命いたしました。山形市も非常に蔵王温泉とか山寺とかですね、街中とかとても面白いところがあるんで、それをみんなで今盛り上げていこうというのが私の役割かなと思ってます。ちょっとじゃあ簡単に自己紹介がてらですね、紹介します。見えてますか皆さん。1985年に大阪に生まれまして、面白くない大阪人と言われます。よく言われちゃうんですけども、もう36歳でございます。一回小さな町で働きたいなって思いで、地方創生の人材支援制度を立ち上げて、第1号で世界一のブリ養殖の町の鹿児島県長島町に派遣されました。で、小さな町で思いっきりやらせてもらって、愛媛県庁内閣府の地方創生推進事務局で働いてですね、去年7月から山形市で働いております。やっぱり次は県庁人たちで働きたいなという希望も叶えてもらってですね、去年7月から山形で働いております。鹿児島県長島町時代もいろんなことをやったんですけども、一つは阪急交通社とですね、地域超密着の観光ツアーということで、長島町と別に観光地ではなかったんですけども、阪急交通社の人をですね、誘致して、これもう役場の
ところですね、毎月1回、もういろんな町の事業者もですね、出入り自由で、地域町密着の旅行を提案していくと。で、阪急さんからも改善ね、どんどん、ブラッシュアップいただいて、例えばこう漁協の食堂もちょっとデザート出した方がいいですよとか、お手洗い記念した方がいいですよとかっていうアドバイスをどんどんいただいてですね、気づいたらお客様がもう今までほとんど団体客来なかったんですけど、1年で6000人になって、お食事満足度は阪急の全こう旅行ツアーの中で1位ということでですね、まあ、地域町密着のモデル事業になっているのかなと思っております。で、山形の蔵王で言いますとですね、非常にこう、温泉の泉質が良かったり、雪質が良かったり、まあ、非常にこういいところなんですけども、今実はこう観光庁の高付加価値事業もですね、積極的に活用して、観光地の魅力向上も進めております。まあ、これもやっぱりこう行政がエリアでこうちゃんと申請して書いてですね、各事業者とも相談乗りながらまあ書いて、でこう金融機関とのマッチングとかもそういうことも進めてやっております。この山寺もですね、まあ、彩りマルシェと昨年11月に開催いたしまして、まあ、道路をこうオープンテラスにしてですね、やっていくというところで、2日間で1万6000人の方が来てくれました。まあ、こういうふうに道路をオープン化していくっていうのも、まあ、一つこう行政の役割かなと思っています。まあ、街中で言いますとですね、御殿堰っていう農業用水がもともと暗渠化されてたんですけども、これをオープンにして、非常にこう、官民、もう本当、境界を挟まなくしてですね、居心地いい空間作って、まあ、山形に今、街中の観光のモデルになっています。まあ、こういうふうにこう官民、ね、連携してですね、まあ、空間作っていくっていうのも一つこう行政の役割かなと思っております。今日も皆さんからですね、ブラッシュアップいただいて、また皆さんと一緒に山形から面白くしていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。井上隆さんはもともとそれこそなんていうか総務省から、まあ、ご自身で制度を作って地域に行くっていうところで、まあ、そのちょっとかなり常識からはよくある行政のイメージからはまあ対極ぐらいの自分でリスクを取ってご自身のお名前でブログを更新されたりもしていまして、そのブログもすごい面白いので、後で YouTube にチャットで送っておきますね。はい、ありがとうございます。では続いて北村さん、お願いできればと思います。はい、佐賀県庁で勤務しております北村志保と申します。私はもともと民間企業、東京の金融機関向けのコンサルティングの会社で働いていて、その後大学で中国語を専攻してたものですから、それを活かしたいと思いまして、中国に渡って、中国、日本企業の中国進出のお手伝いなどを3年間ほどしておりました。で、ちょっとあまりあちらでの仕事がうまくいってね、言ってなかったこともありましてですね、たまたま地元、私の生まれた佐賀県の県庁が民間企業経験者を採用するということで募集が始まりまして、一期生として入庁いたしました。で、今16年目になります。で、県庁に入りましてからは中国での経験を生かしまして、主に中華圏への農産物とか食品の輸出のご支援をしたり、あと上海にいろんな自治体さん事務所出されてますけども、私どもは佐賀空港に春秋航空がですね就航してまして、片道その当時3000円で上海まで行けたんですね。で、90分でだいたい行けるものですから、もう事務所を置かずに佐賀にいて企業さんの相談に乗って、私がアポを取って商談の通訳まで一緒に出張してやる、でフォローも帰ってきてからずっとやるというようなですね、非常に珍しい形で の上海デスクの代表ということも務めておりました。で、その後やはりその海外での経験を生かせる場面だけじゃなくですね、ちょうどですね知事が変わりまして、佐賀デザインという取り組みが始まりました。これは知事はですね中央の方で働いていたこともあってですね、あと観光の仕事もしていたということもあって、両親が佐賀県の出身なんですけども、佐賀ってすごいいいものいっぱいあるのに発信がやっぱりあまりうまくないんじゃないかっていうところで、その知見をですね持った人の力を借りていった方がいいんじゃないかということでですね、県庁の職員の頭だけで考えるのではなくて、外部のクリエイターさんの力をうまく取り入れながら、いいものを作っていいものを発信していこうという取り組み、そこに、3年半ほど携わっていました。で、2020年の10月からコスメティック構想というですね、佐賀県が推進している、そこの室長として今勤務しています。ね、コスメ構想は
化粧品関連産業のですね、佐賀県内への集積というのを進めてまして、もうすでに OEM の企業さんとか、いろいろ進出をしていただいているんですけれども、あと地産素材がですね、非常に豊富にあります。農産物とかですね。で、実際、大手の化粧品メーカーさんとかですね、そういったところに原料を提供して、化粧品に開発していただいたりしております。以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それこそ今北村さんがおっしゃった佐賀デザインってすごい仕組みで、ちょっと後ほど YouTube のチャットにもお送りしていくんですけれども、すべての県庁の取り組みの中にデザインを入れていくっていうので、それこそ北村さんがもうひたすら面談、県庁の職員と面談をして、あなたのその内容だったら、じゃあこのデザイナーがいいですって言って、まさかのデザイナーとマッチングするっていうのをひたすらやっていくと、それってこう、今までの常識からするとありえないですし、で、同時に全、その、なんですか、部署に入るから、移動してもデザインの感覚が残ったままで、佐賀県庁全体のこう、デザインへの理解度が上がっていくし、一つ一つの事業がセンス良くなっていくっていうので、まあ、そこのハブになられていた方になります。なので、まあ、正直、北村さんもまたこう、行政らしいかと言われたら、本当商社マンみたいなご活躍をされていたので、まあ、まさにこう狭間で動かれていた中での見える世界というのをぜひシェアしていただきたいと思っております。ありがとうございます。では最後、実は行政職員ではないんですけれども、なんていうか、すごいこう公共性っていうところを実で進めてくださっている、最近あちこちのメディアにも出られているような青山さんに、ぜひコメントいただきたいと思います。ご紹介ありがとうございます。島根県の隠岐諸島の一つ海士町という町で、遠東というホテルを経営しています青山と申します。まさにこのタイトル、地域行政、行政ということですね、という中で、どうして呼ばれたのかという部分で自問自答しながら今日を迎えておりますが、お答えできればというふうに思っております。隠岐諸島、先ほどさっき90分でしたっけっていうのを聞いてびっくりしましたけども、本土までだいたい船で2時間3時間の距離にあるところなんですけども、そういった場所でございます。ちょっと自己紹介で1枚ものを共有させてもらいます。画面共有できてますかね。はい、私自身はもともと北海道の出身でして、東京に進学の後、今から16年ほど前にたまたま先輩に誘われる形で海士町を訪れたのがきっかけで、そのまま新卒という形で、たまたま地元の島の観光協会に職員として拾ってもらったところから観光という世界に飛び込んでおります。結果、丸10年ほど観光協会の周りで勤めることになりまして、その間にこう旅行業であったり、島の宿屋のシーツや浴衣の洗濯をするような仕事が地元沖の中ではもう回しきれないということで、本州に船に3時間乗っけてこう洗濯をしに行くみたいなですね、そういったことが起きてたのを自分たちで、域内循環を取り戻そうということで工場を立ち上げて、洗濯屋さんの社長になったりということをやっておりました。で、今から6年ほど前、5年ほど前ですか、2017年、に遠東の前身になる、当時はホテル名が違ったんですけども、島で唯一のホテル系の代表に兼任をするような形で、任命されたのがこの遠東に至るまでのきっかけです。で、今現在としては大きく2つの事業が関わっていました。メインとしてはこの遠東という、実は自分たちはホテルという言い方はしてはいないんですけれども、大きいユネスコ世界ジオパークというものに大きい全体が選ばれている中の拠点施設として、2021年7月にオープンした施設の経営をしております。実はこの遠東も単純にホテルを作ろうということではなく、2017年に海士町の中長期の計画を作る中で、宿泊施設にも注力をするということを、地として決めた計画の一環の中で、このプロジェクトに至った経緯があります。もう一方で、海士ホールディングスという会社の方で、海士町のふるさと納税の約 25% を未来競争基金として新たな新規事業へ投資する事業の事務局も担ったという仕事もしておりまして、そういった中で新たな観光事業などの投資といったことにも関わっているところです。そういった観点で今日は関わらせていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや、本当に今中長期戦略の中でってお話だったり、観光への捉え方っていうところもすごく魅力的なところがありますので、ぜひその部分もなんかシェアする機会を作っていければなと思っております。
では少し、戻りまして、そういえば私自身の自己紹介をしていなかったので、1分だけ挟ませていただくと、もともとベンチャーに入った人間ではあるんですけれども、その中で取り組み自体が社会課題の改革といいますか、改善につながっているというところでお声掛けをいただいて、内閣官房兼国交省、観光庁ですね、に2年ほど出向しておりました。で、そこで活動していたら、今度は文化庁さんから声をかけていただきまして、今は文化庁、文化観光推進コーディネーターという新しい役職を作っていただきまして、今月半分以上、各地を巡るような、一昨日まで新潟にいて、来週は奈良に行き、そのまま阿蘇に行き、でその次の週は北海道にといった形で巡らせていただいておりまして、それこそ先々週には井上隆さんのところにお伺いして、その前 の, ゴールデンウィークの時には青山さんのところにお伺いしまして、もうそうやってこうリアルでですね、お話をしているような、そんな日々を送っております。その中で、やっぱり行政と民間であったり、中央と地方、そうやってこう、ついつい分断されがちなところをどうつなぐかというのを役割としてやっておりますので、まさに今回のセッションは、実は私自身がすごい重要なテーマだと思いまして、設定をさせていただきました。はい。では、いくつか質問をしながら、ざくばらんに行ければと思うんですけど、まずちょっといきなり難しい質問なんですが、せっかく行政の役割っていうところから始まっているので、こう民間にはできない行政の役割って改めて何だろうかと、それこそもうこれだけ狭間で民間から行政に来た方もいれば、それこそ国から県市にも全部高橋さんは結構巡られてたりもしているし、青山さんはもはや実はそもそも行政ではないっていう中なんですけど、よかったらこれコメントをいただいていきたいと思います。じゃあよかったら高橋さんからお願いしてもよろしいで、井上さんからお願いしてもよろしいでしょうか。いや別に何でもいいんですけどまずインフラ作ったりプラットフォーム作るっていうのはこう行政の一番得意なところかなと思ってます。例えばこう蔵王で言っても雪が降るんですね。今こう日本地下水開発さんとかが地下水をはわしてですね、雪を溶かせる無酸水消雪っていう技術が山形ですごく普及して全国に波及してるんですけども、そういうところをちゃんと道路をやっていくとかですね、そういうのは本当に行政しかなかなかできないかなと思ってますし、やっぱりその公共空間を行政と、さっきの御殿関もそうですけど、ちゃんと官と民でですね境目なくしっかり作っていくというのもこう一つ行政の役割かなと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ北村さんはいかがでしょうか。ではイノベーションを地でいける人たちの集まりなのかなと思ってます。やっぱりその何て言うんでしょう、本当はこうマッチングしえないような人たちをつなげてすごく新しいことを生み出していく、そういうのをいろんなところでやれてるのが、県の今のうちの職員かなと思いますので、はい、自由につなげる利害関係とかあまり考えず、はい、今のはすごいキーワードになりそうなのでちょっと拾わせていただきたいんですけど、先にあえて青山さんにもちょっとお聞きしてみてもいいですか。なんかすごい自分違うのにっていうところあると思いつつ、あえて入っていただいておりますので、ぜひシェアしながら進めたいと思います。お願いします。ありがとうございます。今のでも北村さんのはすごく興味深いですよね。僕もなんか深く聞きたくなりました。で、何かなと思ってたんですけど、先ほどちらっと触れた、町の中期計画、観光計画というものを作ったのはこの円筒の建設にも大きく関わっておりますし、実は円筒以外の、民宿ですとかゲストハウスといったものへの投資だったり、考え方というものを町として大きく舵を切ってきっかけにはなったので、これを民間事業者だけで何かやりきるということは難しかったんだろうなというふうには思うので、何か中長期的な大きな方針とか計画を定めるという点で行政にはすごくやっぱり役割があるのかなということを感じています。ありがとうございます。確かになかなかこう行政の計画の中で特定のホテルを位置づけるってなかなかないと思っていまして、それは結構外から見ると衝撃だったんですよね。なんかこうどうしようかな、じゃあ先に北村さんのそのイノベーションの部分の話した後によかったら円筒の話も伺いたいんですけど、そのイノベーションが自走できるとか自由につないでいけるっていうのは結構なんというか行政のイメージとはだいぶ違うと思うんです。もう少し補足いただいてもよろしいですか。私はそうですね、公務員のイメージってやっぱすごく固くって、公平性とかの、すごい平等にやらなきゃいけないっていうところがあるんでしょうけども、私がもう県庁に入った時にはもう自由にやっていいということでですね、
多分目を半分つぶっていただいてたとは思うんですけど、とにかくつなげる先につないでいく。で、県庁の名刺があれば、公的なところ、組合さんとかもですね、ちゃんと話を聞いてくれるので、僕はすごくやりやすかったですね。だからあんまり、行政マンとは思ってないです。でもそれ、実は僕もすごい同じ気持ちでして、その文化庁って名刺を出すと、もう普通、伝統工芸の方とかってお会いできないじゃないですか。であり、こう、民間が金稼ぎに来たのかってなったら、あんまりこう心開いてくださないんですけど、文化庁ですって行くと、結構こう、まあ、じゃあとりあえずお茶でも出そうかみたいな形で会っていただけるっていうのは、大きいですよね。確かに。なんていうかこう、そのあたり、なんていうんですかね、じゃあ、それは商社マンみたいな動きともお話しされてたと、商社マンみたいな動きもされてたと思うんですけど、それはじゃあ、県庁って名刺があったからできたことっていう感覚もあるんですね。そうですね、それもありますけども、やっぱり皆さんに機会は均等に与えるということはあるんですよね。やっぱり食品を輸出の支援をするっていう時も、やっぱりそれなりの覚悟をやっぱ持っていただかなきゃいけないんですよね、企業さんにも。もう準備も大変ですし、いろんな書類やってもらったり、で、それをまた定番化していく、棚にちゃんと置くためには、それなりのコストもかかるということでですね。なので、前の知事はですね、その平等性も大事だけども、やる気のある人をとにかく育てていく。で、それで成功事例を一つでも作れば、みんながついてくるから。でもその知事の信念に私も沿って、とにかくやってた。一社でもいいから応援する。別に。高橋さん、ちなみに、ごめんなさい、井上さん、何度も間違えちゃうんですけど、いやいや、全然大丈夫ですけど。井上さんからすると、こう、なんていうんですかね、そうやってこう成功事例とか、平等性みたいなところを、もうどうしても行政って見る必要があるとも思うんですけど、観光ってよく、今日の森岡さんのトップメッセージでも、やっぱりこう、集中というか、同じ方向を向くんだっていうお話だったり、やっぱりマーケットインっていうお話も多いと思っていて、その平等性とどう向き合っていけばいいのかっていうのが、なかなかこう、難しいところだなと思ってるんですが、そのあたりちょっとご意見いただきたいなと思いまして。機会の均等ってことなんですよね。やる気がある人はもうみんなサポートするし、さっきの阪急交通社とですね、長島町の時の、みんなこう、オープンにしてですね、うちのこう、焼酎いいよとか、うちのデコポンいいよとか、うちの漁協の魚おいしいんだよっていうのは、もうみんなオープンにして、それをもうツアーにしていく、そこに機会を作るっていうのは、まさに行政かなと思ってて、その後、やっぱりでもやる気ない人を無理やり連れてくるっていうのは良くないと思うし、むしろ、やる気がある人にはこう機会にオープンするっていうのが平等なのかなと思いますね。なるほど。じゃあ、その機械のき、それはどうなんですか？行政の中だと結構常識には慣れてるものなんですかね？それともこう、ごく一部の人、改革派ぐらいしか知らない話なんですかね？まあ、もともと行政ってこう選挙があったりとか、税があったり、福祉があったりとかしたんで、やっぱりその漏れなくちゃんとアプローチするっていうのがすごく大事だったんですけど、観光ってやっぱりこう稼ぐところでいうと、やっぱりそもそもターゲッティングっていうこと自体が全方位じゃないんですよね。で、そこはこう、やっぱこう切り替えていくし、そういう意味ではこう民間のいろんな取り組みなり、企業の取り組みをですね、発想を入れていくっていうのはすごく大事ですよね。ありがとうございます。そういった中でちょうど海士町っていうところに戻っていきたいんですけど、海士町って本当にこう外から見てると、なんていうんですかね、すごいこうやる気のある教育という文脈でも大成功というか注目されていて、でさらに素晴らしい宿までできて、もう最近こうインバウンドサミットのそれこそ昨日前夜祭みたいなところで何人かお会いしたんですけど、この間、海士町行ったよみたいなお話だったり、なぜかこう青山さんとのツーショット写真を見せられたりですね、なんというか、本当にこういろんな人たちが注目する素晴らしい場所になってるんですよね。これってこうどうしてそれができてたのかみたいな、ちょっと裏のお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。まあ、全然多分本当に街の私も含めて、なんかその大成功みたいなことを感じてる人間は多分ほとんどいなくて、で、まあ、今の町長もそうですし、前町長時代から海士町は20年、その挑戦事例だという言い方をずっとしているんですよね。で、実態も先ほどもあれですけども、例えばこの円筒一つ取っても、まあ、あとは教育の取り組みにしても、なんかみんながみんなやるべきだでどんどん進めようっていうことで進めてきたものは
多分ほとんど一つもなくて、ほとんどがやるべきじゃないっていう声だったり、止めるべきだっていう声もあって、で一方で、やるべきだという声があって、でその中でこうぶつかりながら、諦めた案件もたくさんあるし、前に進めた案件もあるので、そのこう議論の熱量だったりボリュームみたいなものについては圧倒的な量があるとは思うんですけども、なんかそれをもってこう何かじゃあいろんなことが成功してるかというと、それはまだプロセスにおいてもまだまだ議論が続いている真っ最中なので、なんか そこのこうなんか粘り強さみたいなところはなんか面白い街なのかなということは感じています。なるほど。なんというかこう結構現地に私も各地域を巡ると、せっかく民間があるのに行政がこれもダメあれもダメと言って止められたんだ、だから無理なんだっていうのは結構ぶっちゃけトークで、だから国を何とかしてくれって言われて、いやいやいや、まず誤解を晴らしましょうっていうところから入ることが多いんですけど、普通それで諦めるっていうこともあると思うんですけど、 なぜ諦めずに済んだんですかね、それは。私はこの海士町に来て今16年ほど経つんですけども、16年ほど前に来た時に、もしかしたら今よりもっと大きな熱量があったかもしれない時代で、それはやっぱりそのもう町が本当になくなるかもしれないっていう当時の危機感があったんですよね、うん、でもうこのまま人口が減って経済が落ちたらもう本当に島がなくなるっていう危機感から、やっぱその何か例えば大きな企業、民間企業を誘致すればじゃあ町は成り立つのかって、多分そうじゃないだろうとか、自分たちでイニシアチブを取って外部パートナーとちゃんと連携をすることみたいなことをもう根底の哲学として町としてはなんかこの20年30年ずっと持ち続けているので、それはなんか DNA としてよそ者の僕に対してもしっかりと植え付けていただいたなという感覚は強いです。なるほど。なんかそれこそじゃあ中長期計画を作っていきましょうみたいなのも、ある意味この元々のその地域の危機感が、まあ、ちゃんとなんていうんですか、どうにかしなきゃいけないっていうところから生まれてきたってことなんですかね。ありがとうございます。すみません、なんかこちらの話ばっかりあれですけども、なんかその元々やっぱりこう危機感からスタートしたのは紛れもない事実だというふうに思ってるんですけども、実はやっぱ危機感から始まっているものってやっぱ結構地域としても疲弊するんですよね。あ疲れてくるというかで、まあその中で、まあ、もっともっとその未来の子どもたちだったり自分たちももっともっとより良い生活だったり、もっと自分たちがありたい姿に向かっていくものをっていった時に、教育のあり方が一つのベンチマークに自分たちもなったし、で観光においてもこういったものが必要なんじゃないかっていうところで、グッドで観光においては例えば離島の場所なんで日帰りができないので宿に特化すべきだって言った時に、本当に宿だけでいいのかっていう議論がたくさん出たんですけども、うん、そこはもう本当に議論を重ねて、そこさえグッド尖れれば あらゆる産業に対しての波及効果があるんじゃないかっていうところで、ある程度皆さんが背中を押してくださったというような合意形成が至ったのかなというふうに思います。なるほど。なんかちょっと今お聞きしていて思ったのは、こんなにこう対話の量を重ねてきた行政と民間というのは少ないのかなと思ってまして、これはぜひちょっと北村さんにもお伺いしたいんですけど、やっぱりこう民間と行政ってついついお互い忙しいじゃないですか。本当忙しいんですよね。見てるともう本当お疲れ様ですっていうシーンが多くて、そうするともういや関係話してすぐに成果が出ないものにお互い時間を使いたくないってなって話さないことって多いと思うんですよ。それをこうつなぎ手としてどうこう乗り越えていかれたのかみたいなのを、北村さんにもちょっとなんていうか応援を他の人たちのナレッジシェアとしていただきたいなと思いまして。そうですね、今までその海外の支援の仕事とかはもう個別対応だったのでよかったんですけど、今コスメ構想っていうのは関係者が非常に多いんですよね。一般社団法人でジャパンコスメティックセンターっていうのを作ってるんですけど、いろんな理事さんがいらっしゃって、それぞれの意見がやっぱり異なることがあったりするんですよ。ですけどやっぱり地元の方、特にですね、地元の、理事さん、企業さんの声を、まあ、しっかり聞いて、行政としてもそちら、その企業さんの、その取り組みによって今までできていなかったことができていくっていうことが分かれば、もうそこすごく応援して、もう一緒になって動いていくっていうことをするんですよね。例えばその検査分析の会社さんとかあるんですよ、化粧品の。その方々が今度輸出事業を始めるって言って、その時もスイスの会社と提携されたりしているので、すごく出しやすいんですね。そのスイスの会社がもう世界各国に支所があって、日本で検査をすればもう一発でその通関が切れる、
現地、中国にも入っていけるっていう、すごい多分日本で唯一じゃないかと思うんですけども、そういったところが動き始めた時にはもう私たちもガチッと入って、そこに人を出向させるとかじゃないんですけれども、お互い私が持ってる情報、中国は私の方が多いかもしれないってなると、お互いにこの企業いいよとかですね、はい、もうとにかくがっつり組んでいくっていうことをやります。なるほど。なんというか、結構行政の方の悩みとして、いやでもこれは自分がなんてこの組織を代表して発言できるわけじゃないとかで、どうしてもこう持ってる情報を出していいのかもわからなかったり、そのあたりは次井上さんにも、はい、お伺いしたいんですけど、そのやっぱりこう自分の名前でやっていくとかがあんまりこうやりにくい環境だとも思うんですよ。それとかこう どうこう皆さん折り合いをつけてそういうことをされてるのかなというのはお伺いしてみたいなと思いました。ちょっとじゃあよかったら井上さん聞いてもよろしいですか。本当に僕の場合はね、東日本大震災があっていても立ってもいられなくなってね、毎週末ずっと被災地に行って、まあボランティアお互い様活動しながら、まあ石巻の雄勝っていうところでね、石削る機械が全部流されて、まあでもなんとかしたなと思ってる時に、こう当時の郵便局の幹部と柔道朝稽古しながら、いや郵便局で救出したんだけどどこがいいか、どこないかって言われて、まあそれならね、硯出荷させてお手紙くんから復活ですということで、2011年の5月にちょうど3000万円のお金をいただいて、今もね職人さんが住み慣れたところで仕事してるんですけども、まあ、そういうことを原点になって、やっぱりこう関東民中と外をつなぐっていうのはすごく大事な役割かなと思いますし、まあ、そうするためにこう僕自身も出会った人なりですね、事例をつなげて新しい花咲かせる地域のミツバチだっていうのがこうライフワークになっているんで、まあ、そういうところでいいものをちゃんと取り上げていって、まあ、別にその守秘義務とかね、当然それはそうなんですし、あとは誹謗中傷とかね、そういうことじゃなければ別にどんどん発信していけばですね、そんな過度に恐れることはないんかなと思いますね。むしろそこから得られるものの方がすごく多くて、ね、丸岡さんと出会ったりとかね、本当に、うん、そういう得られるものの方が多いんかなと思いますね。まさに行政ってつなぎ役なんですよね、まあ、さっき北村さん言われた通りです。それはなるほど。それこそ井上さんとの出会いは2017年のなんていうかソーシャルイノベーションサミットみたいな一泊二日の合宿で、たまたま隣に座ったなんか面白そうな昼食食べてる人っていうのが井上さん で話を聞いていたらすごい面白い人だったんですよね。でそこからこうやってずっとご縁が続いていたりとか、そういう場合になかなか顔を出す人も少ないので余計目立ってたんですよね。なるほど。つなぎ役っていうのは本当にこう嬉しい言葉というか、あと北村さんがこの実は一個前のところで裏で話をしてたんですけど、その本当にこう何ですかね、いわゆる利害関係を超えて動いていける、特に最初にもおっしゃってましたが、利害関係を超えて純粋に動けるっていうのは僕もすごい感じていて、それは僕の給料をどうしても行政じゃなくて民間だと考えなきゃいけない。だからじゃあこの会話のじゃあ1時間分の人件費を回収するためのビジネスを作らなきゃいけないってなるんですけど、そうですねでもなんかそれをこう今だと文化庁さんが担保してくれてるから、すごいピュアにおつなぎして、その2人が笑顔になっていたらよかったって言って気持ちよく寝れるっていう立場はなんて幸せなんだろうとは思っていまして、はい、なんかその支援をしている中でも、やっぱ行政ができることってすごい発信力がやっぱあるので、県庁までなるとですね、だからもうそこは必死でやりますね。もう本当に小さな取り組みをされている方、離島で椿取って油にしてっていう地域でもう本当にデザインされている方の取り組みっていうのを私たちが代わりに発信をしていく、取り上げられるとなんか大きな企業さんから下がってすごいねっていう、でちょっとこっちに進出したいよとかですね、工場作りたいっていう、そういう相談も直に来たりしてるので、もうどういうふうにこう波及効果が生まれるかっていうのはすごくやっぱ行政だからできていること、そこがやっぱり大きな役割かなっていうのを最近感じます。ありがとうございます。なんていうかこうこうやってなんていうんですかね、実際に活躍されてる方と話すと、あめちゃめちゃ行政いいなと思うんですけど、とはいえやっぱりこううまくいかないシーンとかもあると思っていて、あでこれであえて青山さんに難しい質問を投げてみると、なんていうんですかね、こう行政もうちょっとこうなってくれたらいいのになみたいなところとかはこうお聞きしてみたいなと思いますが、いかがでしょうか。いやもう本当に自分のことを棚に上げていますけれども、
まあ、だからあえて言うならば、でもさっき言ったなんかその、利害関係を超えて一緒に動ける場面ってやっぱりすごくやっててこちらとしても心地がいいんですけども、やっぱバイネームで、自分の意思を持ってその場で意思決定するっていうことは、まあ、本当は別に民間も行政もそんなに実は変わんない気がするんですけども、まあ、特に行政において、自分では決められないっていうケースが、まあ、非常に多いなと思ってます。それはなんか多分構造として、首長さんがとか、まあ、その裏には議会がとか住民の声がっていう、多分気をつけなければいけないという言い方もあるし、一方でそのせいにできるっていう言い方もある気がするんですよね。やっぱその場で、もう右を取るのか左を取るのか、あ、どっちかを決めたいっていう場面で、まあ、意思決定がどうしても難しい局面に陥りがちで、そこでリスクを取って右で行ってみるっていうことを言ってもらいづらいっていう部分は、なんか行政側でのこう難しさを感じる場面が多いですか、ね、それこそ青山さんは今社長業といいますか、まあ、要は責任者みたいなのが複数されている中で、もう日々ご自身の意思決定のヒリヒリ感というか、ある意味いつだって排水の陣みたいな状態で、でも公共性までお考えになってるじゃないですか。それだけの覚悟のある人に対して、どうしてもこう行政がそれはなんか不誠実にも見えてしまうとも思うんですよね。こうなんでこちらばかりリスクを取らなきゃいけないのかっていうのもあると思っていて、そうですね。なんかどうやったら逆に自分でリスクを取れるのかは、やっぱり僕もまだまだ見えてないところがあって、どうなんでしょう、井上さん、それどうなんですか、この自分の意思で動かしていくってことが難しいシーンって実際多いと思っていて、国も県も市も、うん、そこはどう乗り越えていけばいいんですかね。とはいえでもできない、何もできないかって言ったらそんなことはないと思っていまして、いや、まあ意思決定早くする方法ってね、いっぱいあって、山形市役所の中も今ね、ロゴチャットとかも入って、もう部局超えてどんどんやり取りもしてますし、そんなにね、なんか別に行政もまだまだ捨てたもんじゃなくて、いや別にあとはこう自分自身がね、お客さんになったりとか、観光で言うとね、まあそのしっかりと地元の事業者とも関係を築いた上で、で、どう一緒にか、対話していくってことですよね。で、本当はこう何望んでるんかなってことの、やっぱり経営者って一方でこう孤独だったりもするんで、そういう話をしっかり聞いてですね、なんかこう、表面的な要望じゃなくて、本当は何がやりたいんかなとか、何望んでるんかなってことをしっかり対話して、まあいろんなこう、全国の事例だったり含めてね、そこで一緒にこうソリューション解決策を提示していくってことがすごく大事かなと思って、ちょっと観光からずれちゃうんですけど、山形市でいうと山形市売上増進支援センターワイビズっていうのがあってですね、これが本当にプロの方がいろんな企業の経営者の方からですね、相談を受けて、いやこう一見弱みと思ってたところが実はこう強みにしたり発信したりとかですね、まあ、そういうところをもう本当に年間1000件以上相談を受けてやってて、もちろん観光業の方もそこに来られてるし、職の方もいらっしゃるし、なんかまあまだまだできることいっぱいありますし、周りがそうすると他のところがひょっとするとね、スピード感がなかったりすると逆に目立って、山形市今官民連携とかね、いろんな外の企業も含めてすごく進んでますから。なるほど。なんかじゃあ、それ、もうちょっとお伺いしてみたいのは、結構、行政側にいて民間側にいた立場からすると、みんなコミュニケーション下手っぴやなって思うシーンが多いんですね。そういう言い方されると行政としては手伝えないよ、みたいな。とりあえず俺を助けろ、みたいに見えちゃう言い方をされると、すごい難しいなと思ったりしてて、なんかこう、アドバイスとかあります？どうやったら、こう、対話をしたいって、双方向に思ってるけど、行政はこう、なかなか誰に話しかけて悪徳業者に捕まったら最悪ですし、逆にこう民間からすると市役所の窓口に行っていきなりそんな本気のトーンで話すってことも難しいので、井上さん、どうやって話しかけたらいいんですかね。まあ、でも地域で活動する人はそのホームグラウンド現場が一番輝くんで、はい、温泉街の人なら温泉行くべきだし、さっきね、山寺なら山寺行くべきだし、7日町は毎月7日に朝7時からですね、朝掃除の会っていうのがあって、私も最近そこを顔出してですね、一緒に掃除して、みんなでこうホテルで朝ごはん食べるんです。で、そこでこういろいろ話聞いてると、結構その本音が聞こえたりもするんで、なんかまあ市役所の中で聞くっていうのは、それはもうなんか、良くないですよね。やっぱり地域の本当に基礎自治体っていうのは、現場に近いわけですから、
地域で活動するその人が一番輝く現場ホームグラウンド行くべきですよね。それ畑に行ったりとかね。あれですよね、だって井上さん、普通に自治体じゃない、高校の柔道のなんか指導をしてるんですよね、今ね、地元の山形南高のコーチにもなって、柔道3段なんで、ね、一緒に高校生とやったりとか、まあ、そもそも長島町の時は世界一のブリ養殖の町で、ね、ブリの事業、モジャコ漁行くために、東シナ海までこう1日かけて船乗ったりとか、でそういう時にこう、ね、漁師さんが、いや、うち高校生が3人いるんだけど、バスでね、隣町で通っていくから、バス代だけで1人3万かかるから、なんとかしたいんだと、大変なんだって。そういう話聞いて生まれたのがね、地元戻れば返済補填するブリ奨学金になったりするんで、もうとにかく、現場に行くっていうことが大事ですね。すごいなというか、今のはすごい重要な観点だと思っていて、本当にこの皆さんがいらっしゃる場に勇気を出して行ってみるっていうのは、簡単ではないですけどね、やっぱり皆さん忙しいですし、それはちなみにあれですか、もうそのプライベートぐらいでぐいぐい行かれてるんですね。僕ね、ワークライフバランスってあまり好きじゃなくて、この間最近アイジャンプとかガバナンスっていうね、行政向けの媒体に書いたんですけど、ワークライフシナジーだなと思ってるんです。ワークとライフがバランスだっていうとですね、ワークがある限りは、幸せになれないんじゃないかなと思って、ワークが不益だと。そうじゃなくて、ワークとライフって同じ人間なんで繋がってるわけですから、ワークライフシナジーで、まあ、ライフで楽しんで、それがまたワークに還元されるし、ワークで生かされたね、つながりも、実はこう、ライフに還元されたりとかね、今もね、長島町から、ブリとかね、デコポンとか、愛媛の人からもみかんが、ね、届くんで、私からもこうね、この間、さくらんぼいっぱい食ったんですよ。そしたらまたね、焼酎喜んで、焼酎送られたりとかね。なんかね、そういうところを楽しんでやったらいいかなと思いますね。ワークライフシナジーいいですね。青山さん、どうぞ。ありがとうございます。なんか乗っかりたいなと思ったのが、野町の役場の人で、やっぱ面白い人多くて、彼らが言ってて素晴らしいなと思ってるのは、役場の人間、俺だって島民なんだって言うんですよね。うんうん、私だって島民の一人なんだっていう、うん、なんかその感じがあるから、自分たちが楽しいことを制作にまた落としてるっていう、うんうん、まさにそのワークとライフが行ったり来たりする人とか、まあ、そもそもなんかもう、よくわからんみたいな人が多いなっていうのは、なんか今聞いてて思いました。僕ももともとワークライフミックスですって宣言してたんですけど、あ、シナジーって言った方がちょっとかっこいいなと思って、これからシナジーに乗り換えようかなと。はい、ありがとうございます。まあ、それで言うと、ここにいる人たちはみんなワークライフシナジーでやってる感はマックスなんですけど、じゃあ北村さんにお聞きしてみたいのは、ご自身が出ていくって話と、もう一個は、民間の人たちはどうやったら北村さんにこううまく話しかけられるんですかね。こう、なかなか行政みたいな建物を見るだけで、ちょっと、あ、もう近づけないなみたいな気持ちというか、結構佐賀県庁もごついじゃないですか、建物は。入りにくいなみたいな。はい、でも昔もう公務員になろうとは全然思ってなかったんですけど、やっぱ県庁って入りづらくって、もう部屋にもすごい入りづらいんですよ。私たちが他の部署に行くのもすごい入りづらいんですけど、私上海デスクっていうところやってた時はガラス張りの部屋をわざと作ったんですね。それですごい県民だよりとか、いろんなとこで雑誌とかですごい広報したんですよ。で、もうにっこり笑顔で、なんか公務員らしくない人が写ってるみたいな。で、こんな相談載ってますよっていうのをですね、実例で書くと、たくさんおじさんたち来るんですよね。で、やっぱりその雰囲気作りっていうのは、すごく意識をしてます。今でもそうですし、佐賀デザインの時も、いろんな部署の人がもう来やすいように、もう、時にはもう人生相談に乗るぐらいの本当にそういう雰囲気作りですよね。なんて言ったらいいか分かんないんですけど、どういう相談に乗れるっていうのをやっぱり細かく情報は開示しています。なるほど。どういう相談に乗れるかを、じゃあ、こういう、なんか、あ、私のことだって思ってもらえる、ある意味ちょっとマーケティングに近いというか、あ、私の相談に乗ってくれるんだ、みたいなのをちゃんと出してるってことなんですね。恥ずかしがらずにも顔も出す。もう。なんていうか、こう、私今すごい働いていて、すごい重要なキーワードだと思ったのが、顔の見える関係って言葉を。すごい思ってるんですけど、やっぱり僕も佐賀県庁って言ったらすごい遠いイメージなんですけど、北村さんっていうとすごい近くて、今回もじゃあご相談しようって言って長文のメッセージを送りつけるみたいなのがすごいやりやすかったんですよね。はい、それはあるかもしれないですね。公務員はちょっと硬いイメージっていうのを自覚しとかなきゃいけないなっていつも思ってます。やっぱ企業さんとか個人さんとかですね、ちょっとやっぱり距離を感じてらっしゃるっていうのを常に自覚して
どう振る舞ったらいいかっていうのですね、非常に意識はしています。確かに、僕も地域行くときによく同じテーブルに座らせてほしいって言うんですよね。なんかこうどうしても距離遠くて一瞬しか来ないじゃないですか、よそ者の僕らというのは。やはり、やっぱり例えば温泉街に行ったとしても温泉でじゃ日々活動してるわけじゃないし、結局温泉が潰れても僕らは仕事がある状態でも、じゃあどうそこに一緒に座れるかというか、同じ悩みをちょっとでも感じられるかっていうのは、なんか行政側の人が大事にできたらいいことかなとは思います。だから丸岡さんも今日 T シャツだし、井上さんもですね、大山さんも T シャツだけども、こういうのがすごい大事だなっていうのは佐賀デザインの時に思っていました。デザイナーと話す時にスーツ着ていくとあんまり打ち解けられないっていう時に言ってたので、同じように T シャツでちょっと、はい、イケてる格好をしていく。めっちゃ可愛いじゃないですか、山形って書いてありますよ山形 T シャツですかこれ。あ、これね、山形 T シャツですよ。ねー、見えないです、すいません。 あ、可愛いですね。 ありがとうございます。ああ、ちょうどさくらんぼの時期なんで、はい、すごい T シャツでも PR すごい、はい、この間山形やった時も家内に持ち帰ったらすごい好評で、さくらんぼさくらんぼの PR の場じゃないですねこれぐらいにしておきますけどそう、でも一応僕もね、横にね、スーツというか一応あるんですよ。でどっちにしようかなと思った時に、皆さんのこのインバウンドサミットの雰囲気見てて、うん、 TPO はこっちだと思って脱いだっていうのはありますね。なんかね、公務員ってなんか仕事が安定してる、ある安定してるって言われてるから、なんかなったっていう人もね、うん、まあいるとは思うんですけど、でもやっぱりどんな仕事もね、転職になるし、まあ、仕事で逃げれば追ってくるんですけど、踏み込めばね、なんかより楽しくなるなと思って、うん、それはこうね、もう一歩踏み込んでいくと、実はもっとすごく新しい世界が見えて開けてくるような気がします。確かに踏み込めば楽しくなる、本当ですよね。やっぱり僕も正直行政やるとは思ってなかったですからね、人生の中で。でも今はすごい、これがなかったら皆さんとはやっぱ会えてなかったと思うし、あと、会っていくとこう、なんていうんですかね、こんなに素敵な人たちが山ほどいるんだっていうのはすごい感動するんですよね。でも意外とそこが繋がってないっていうのもあると思っていて、それがこう行政っていう立場がある意味こう繋いでいければ、それこそ自分のある意味こう、リスクを負わなくて済むというか、ここで来月までに成果を出さなかったらみたいなことがないからこそ、じゃあ自由に顔を出していくっていうのはできるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。なんていうかすごい面白いお話が続いていて、あと実は10分強ぐらいですかね、10分強ぐらいなんですけれども、どうしようかな、まあ最後の方のテーマ、これから残り10分をかけてお話ししたいことっていうのを一応少し提示をしますと、こちらですね。まあ、最終的に、じゃあ行政と民間って、まあ、わざわざ行政って切り出すのも正直変かもしれないなとも思ってはいるんですけど、ただ各自治体というものは存在していて、やっぱりこの行政体がなくなることってまだしばらくはないと思うんですよね。っていう中で、じゃあ行政と民間がどう良き関係を築けばいいかっていうのは、改めて皆さんに問うてみたいなと思っております。これ、あえて青山さんからお願いしたいと思いますが、いつも難しい球を投げがちで申し訳ないですが、お願いします。なんか、ありがとうございます。でも、ちょっとあえて踏み込むと、僕は、あ、これちょっと踏み込んじゃう発言かもしれないですけど、僕はなんかよく行政の方が、その、主役は民間の方ですとか、主役は地域の方々ですっていう言葉を言われるときは、ちょっといつもカチンとくるんですよね。面白い。それ面白いですね。で、なんていうんですかね。いや、主役は行政だというつもりもないんですけども、なんかそれはさっきの話で、その、行政の方だって島民の一人だろうと思うわけですよ。うん、まあ、国の一人ですよね、と、うん。そこにその主役も脇役も、その、同じチームであれば、当然こう、うん、役割をわきまえて、お互いでこうっていうのは、あるのはわかるんですけど、最初からその、なんていうんですかね、こう、私たちはお手伝いです、みたいな。それがさっきのその意思決定をしない感覚とちょっと近いんですけども、なんかお互いにリスクを取った上で背中を預けられる関係をちゃんと持ちましょうよっていうのは、なんかやっぱりまあずっとアマチュアの中でも、まあ僕に対しても求められてきたし、ちゃんとそのお前も主役になれとも言われたし、ちゃんと自分ごとでやれとも言われたし、僕もやっぱ相手にそれを求めてきたし、それがやっぱ自分にとっては心地よかったんですけど、なんか多分にそうじゃない場面が多いなと思って、なんかその民間が頑張るために行政はあるんですみたいな言われ方は、なんかこう逃げに聞こえるっていうか、今がありました。ごめんなさい、町内放送が流れました。
面白い。急に島の現実がチラ見えしました。いやでも本当それは刺さる言葉というか、僕らもついつい、僕らというか僕は結構よそ者なのでみたいなのは気づいたら逃げに使いかねないなっていうのは確かに反省ですね。よそ者だろうが、僕だって人生の時間を使ってこの場所に来ていて、だからこそここになんか譲りたくない思いとかもあるんですよね。確かにそれがなんかミスリードで伝わるのは嫌ですし、あ、確かにすごい今のは耳が痛いので YouTube にメモ欄で書いちゃいました。ごめんなさい。ありがとうございます。じゃあちょっと今の言葉を受けて井上さんにもちょっと振ってみたいですが、いかがですか？まあ、あんまりなんかその行政と民間のとかっていう時代でもないかなと思って、ちゃんとその熱を持ってね、熱量同士でちゃんとやるっていうところかなと思ってます。あんまりなんかそこで行政と民間のっていうこと自体がなんかちょっと昭和的だなと思ってですね。すいません、令和になったのに。はい、あ、もう終わりですか？いやでもやっぱりこう熱量がすごく大事だと思うんですね。仕事の9割って大体もうほとんどはもう熱量で決まるかなと思って、あの熱量あるところでぶつかればいいし、うん、あのまあ、トップと担当がですね、熱量があると大体うまくいくんだなと思いますね。いや、ありがとうございます。なんか本当にこう民間にいた側からすると、あのすごい不思議だなと思うのは、こうビジネスモデルって誰がやるかで成果全然変わるんですね。こうやったらうまくいきますっていうのは、この人がリーダーだからうまくいくっていう話、この人が担当だからうまくいくっていうのは当然なのに、なぜか例えば街づくりの成功事例とかはなんかパッケージ真似したらうまくいくみたいな扱いがあったりとか、それはないだろうと。やっぱりそのじゃあ行政のそれこそ佐賀デザインって仕組みがいいってなって、じゃあなん山形デザインっていうの入れたとしても、担当者の熱意が北村さんぐらいないと無理だと思うんですよ。なんかそこは確かに改めて、なんていうかこの、なんて今日の一日の中での、その自分自身の熱量みたいな言葉は、すごいキーワードになるのかなとは思いました。まあ、あの水田テラス山形デザインはね、すごくいい会社なんですけども。あの熱量ってことだと思いますし、なんかその、よく徳島の神山町がね、サテライトオフィスがいいからそれだけ真似してアウトプットでなんか行政がサテライトオフィス箱だけ作っちゃうとかで一番良くないですよね。まあ、その背景とか過程とかストーリーとかをしっかりと、そここそを真似していくべきかなと思って、じゃあ20年間こうアーティストにレジデンスをやったりとか、その前にこうアダプトロードでみんなにこう道作り森作りしたりとか、実はそこからが一番大事かなと思うんですよね。おっしゃるとですね。で、あとそれを真似るためには、やっぱりこう、一泊二日のちょっとした視察じゃ無理なんですよね。あの、繰り返し通っていくとか、本当に例えば、アマチュア本気で真似たいなら、青山さんに連れ回してもらって、全員と、島民の反対派も含めて会うぐらいじゃないと、本当の実態って見えない。うん、で、それをアマチュアを真似て、反対した人が地域で現れたら、アマチュアにはいないのに、なんかうちはダメだ、みたいになるのはすごいずるいと思っていて、なんでやっぱりそこも含めて、やっぱり現地に行く、現場に行くっていうことは、その、肌感やプロセスも含めて一緒に感じるっていうのは重要だなと。あとね、徹底的に真似るか、ちゃんとね、でも、もう置き換えるってことが大事ですよね。はいはい。うん。その、やっぱり自分の置かれた立ち位置とか、場所、ポジションがあるんで、そこに置き換えたときにどうかなっていうところを置き換えるってことがすごく大事ですね。いや、いい言葉ですね。なんかそれこそやっぱりこう、そう、北村さんがどっかの記事で、あの、クリエイティブなんだっていうお話を、行政は、あの、クリエイティブであれるってお話をされていて、すごいそれは新鮮だったんですよね。でも、本当にこう、徹底的に真似るということにも実はクリエイティブが必要だし、置き換えるってもっと自分を俯瞰的に見ながら構造を取って埋め込むって相当なクリエイティビティだと思ってまして、なんていうかその中で、こう、よかったら、あの、北村さんにも今のお話の中での感想でもいいですし、コメントいただければ。はい、うん。青山さんも井上さんもおっしゃったように、その、なんて言うんでしょうね。やっぱ旗振り役は、あの、私たちがしなきゃいけないんですけど、あの、現場には必ず出向かなきゃいけないっていうのも、それは必須だと思いますし、私たち予算取っていく中で、やっぱその地域が抱えている課題とか、これをどうしても誰かに伝えたい、こうなってほしいとかいうことで、その佐賀デザインの視点からだと、やっぱりコンセプトっていうのをですね、もうすごい議論、知事まで含めて議論をして、いろんな施策に落とし込んでいくんですけど、その落とし込んだ時に、やっぱ県庁、しか県庁だけがやっていくっていうのも絶対無理なんですよね。うん、なので現場に行くっていうこと大事ですけど、現場に行った時にその
そこマーケットインっていう発想なんでしょうけど、皆さんがどう感じてるかっていうところですよね。課題が私たちが思ってるのとずれてないかとかですね。で、そのずれてなければしっかりそこ共有をして、どういうふうにじゃあ進めて、前に進めていったら解決するのか、うまくいくのかっていうところ。もともとその佐賀県民って、まあ、真面目なんですけど、アピールが下手なんですよ、本当に。売りたいってあるのにアピールが下手。でもそこで民間ではできないっていうのがですね、佐賀県が、そこは前面に出る。最初は前面に出ますね。で、すごい面白い取り組みを、シェフとコラボ、器のコラボ、食材のコラボとかやったりとかですね、非常に高い値段で料理出すんですよ、2万5000円とか。そういうのは、もう行政でしかできないので、やっぱそこの、なんて言うんでしょうね、協力を得ながらですよね、皆さん。課題をとにかく共有して、コンセプトを一致させる。で、ずれそうになったらそこに立ち返るっていうのを、県庁職員だけじゃなく、皆さんにもご協力をいただきながら、進めていく。すごい労力がかかりますけども、そしたら絶対成功すると思います、うんうん、ありがとうございます。なんかすごい今回の時間自体がすごい行政の方々にとって、見てくださってる方にとってはこう動けばいいんだっていう、もしかしたらこう朝のちょっと早い時間だけど頑張って掃除に参加するとか、うん、じゃあちょっと土日に、地元のマイクロツーリズムの名のもとに本当に地域の観光にちゃんと行ってみるみたいなことって、やってもらうだけでも全然見え方が変わるだろうなというのをすごい聞いていて思いましたね。あ、井上さん、もし何かコメントがあれば。うん、まあ、おっしゃる通りで、まあ、でも行政の職員もね、もうちょっと自分の外を見たらいいですね。山形市もいいものいっぱいあるんですけど、周りもいいものいっぱいあるんで、市にはないものいっぱいあるんで、それはこう、県境を越えて仙台もそうだし、全然そのお互い違うものがあったりするし、もうちょっと広げるとね、この水田テラスもそうだし、なんかそうするところで自分の良さなり課題も気づいたりとか、まあ、特に観光で言うと自分のとこだけでそんなこうね、普通の観光客って、ここはこう山形市から上山市に入ったからもう行かないとか、そんなこと誰考えてる、考えて誰もいないんで、間違いない、少し周りのいいものも見て、なんか一緒に補完しながらできたら一番いいなと思ってますね。ありがとうございます。ごめんなさい、これ、最後に締めにちょっと入っていいかな、もうあと実はあと3分で終わってしまうようなあっという間の時間だったんですけど、青山さん1個だけこれ行政の人たちが聞いてくださったらすごいチャレンジになるんですけど、とはいえ今なかなか動いてもらえない行政がある民間の方々も聞いてくださってると思っていて、どうやったらその行政側と対話を民間側から仕掛けられるかっていうのの、もしアドバイスやなんかこうアイデアがあればシェアしていただきたいなと思って、その後一人ずつコメントいただいて終わりたいと思います。ありがとうございます。ちょっと誤解があったらなんですけど、なんか行政の方って民間の本当にこう聞こうとしてくださってるってすごい思っていて、でもどうやったら、さっきの話なんですけど、どうやって聞いたらいいのかわからないっていう方がすごく多いと思ってるので、なんか素直に来てみてください、現場来てくださいっていう声で、どれだけの行政の方が勇気づけられるのかってある気がしてて、で今現実に僕らは事務所をもう役場の方と隣に置いたりして、僕らも役場の中で作業したりもするんですよね。それで混ざることでお互いの視点が混ざるっていうのはすごいあると思っているので、なんか民間の方が逆になんかすごい壁を勝手に作ってる事例が多いんじゃないかなということを感じてます。あ、それいいですね。まず来てくださいってこう味方に会ってほしいっていうラブを先に見せていくっていうのは確かにぜひしていただきたい要素になります。ありがとうございます。では最後に一言ずついただいて終わりたいと思います。じゃあ高橋さんから、井上さんからお願いします。最後までもう修正できませんでしたが、いや全然いいんですけど、私もちょうど1年になるんです、山形来て。でこう四季がねすごくはっきりして、なんかね四季折々本当に楽しいんですね。3月まではずっとこう大阪出身でほとんどスキーできなかったんですけど、もう座号に通い詰めてスキーの3級取ったりとか、まあ、山登りしてねやったり、雪山登ったりそば打ちしたりとかね、なんかそれぞれ季節の体験があったりしますし、なんか山形ってのは実はね食文化がすごく多彩なんですね、豊かなんです。でこれはこう座号のやっぱ守られてチェーン店の進出がすごく遅かったんです。ローソンとかマクドナルドとか47都道府県一番遅かったんですけど、でも逆にねそれぞれいいお店がいっぱい残ってて、それがこう季節折々の、食材活用してすごく工夫してるんでですね、なんかこれはこうまさに1泊2日じゃもったいなくて、まあ、4回季節折々来てもらいたいし、なんかね暮らしてその良さが分かるなと思ってます。今こうテレワークもね蔵王も本当にワーケーションがしやすくなってますんで、ちょっと最後共有しますか。
本当にワーケーションとかね、こんな感じでしやすくなってますから、ぜひね、皆さんいらしてほしいなと思ってます。今日はありがとうございました。めっちゃおもろいじゃないですか、突然番宣みたいな。いや、最後番宣でしょ、山形がこう中央にいる。めっちゃおもろい。あ、ごめんなさい、こう過ぎちゃうんですか、ごめんなさい。あとじゃあ一言ずついただいて、北村さん、お願いしてもよろしいでしょうか。自治体の職員さんってみんな、ありがとうって言われることに燃える人ばっかりだと思ってるんですよね。なので、全国の自治体の皆さん、どうか頑張っていきましょう。思い切って。ありがとうございます。じゃあ最後、青山さん、お願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。冒頭の森岡さんの発表にあった通り、観光っていう業界って、地域のブランディングそのものだというふうに思っていて、地域のお宝をその民間だろうが行政だろうが一丸となってどうブランドを作るかっていう、すごいやっぱり面白い分野だなというふうに思っているので、なんかこんな機会を通じて、どんどんこの観光という仕事が盛り上がっていったらいいなと改めて思いました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。少しでもこの1時間が皆さんのこう熱量を上げる機会になれていれば、少しでも目の前の仕事が楽しくなるような一歩を踏み出す、なんか勇気につながっていればすごく嬉しく思います。僕ら各地巡っているので、ぜひここで関わられた方、聞いていただいた方、話しかけに来ていただければ、心みんな開いておりますので、遊びに来てもらえたらと思います。それでは本当にあっという間でしたが、こちらでセッションを締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。